恒例の白明かりですね、はい、去年も来ましたね。そうですね、去年はね、キリトがね、いたんですけどね、今日2人キリトも仕事でね、来れないということで本当、残念ですね。早速じゃあ、はい、行ってみましょうかですね、はい、まあ、でもこの入り口からしても綺麗じゃないですか。城西園、熊本城のお膝元で、なる、まあ、ここからね、細川行宮邸まで歩いて15分ぐらいですかね。なんかめっちゃ人がいないぞ。今日は火曜日だし。あ、うん、こんなもんですか。月末だし。ああ。土日だとまた一緒ね。夕方までは多かったのかな。夕方もまあ。あれ？いや、結構今アーケードの方で外国の人？あ、外国、そうそう、今ちょうどあの提灯見えると台湾が方がね今多い。うんうん。いや、丸を待ってる間も十何人ぐらい あの団体がわやわや結構ね、ツアーとかではね、結構興味出るんですけど。なるほどね。そうそう、こうやってこう台湾提灯、あー、この赤いやつ、丸っぽい、ね、あ、普通日本の提灯がちょっとね違う、こっち日本の、こっち日本のやつ、ちょっとね、紐というか、あー、なんか、はいはい、ふさふさがね、あー、なるほどね、ちょっと中国っぽい感じ、うんうん、おー、いや、ここまで人がいないとは思わなかったんでこんなもんです。こんなもんですか。こんなもんです。あとは駐車場まで車で行けるからね。あ、そっか、上にね、あんまり歩いて、あ、そっか、去年は行った日が週末だったかな。うん、なんか結構わやわや、週末だった気がする。今配信始めましたけど、まだこれから、あ、そっか、まあ二の丸のあそこでも見えるからね、ある程度。そうですか、細川行部邸に行きますけど、こっから何分ぐらいかかりましたっけ。そうですね、二の丸からだ、二の丸駐車場から、まあ、歩いて15分。去年そんな歩きました。歩きました、12、3分。あ、結構かかりましたか ね、 こうね、あの見ながら歩いているので、そんなにやっぱ時間をかけて、あ、撮影しながらね行ってたから、多分。なるほどね。でも意外に距離はね、ある。そうよね、うん、ここにいるみたいな、どういう状況、若い子が、まあ、ちらちらって感じで、ね、腕が短い、まあ、とりあえずなんか来てみてっていうのは、ね、あ、これ何日までやってましたっけ。これは3日までですね。12月3日まで、残り1週間切ったんじゃないですか。そうですね、で週末にキッチンカーとかが、あー、なるほど、うん、そういう人ってやっぱ多いかな。今日はね、キッチンカーとか出てない。でもこういう方がね、ゆっくり見れてね。そうね、なんかこう、うん、撮影するにしてもやったって感じではあるんだけど、うん、あとそんなに寒くもなく、そうね、ただただ疲れてる。疲れます。あ、歩くのに疲れてきました。大和町を再び。あれ、前回のきつかったね。前回も安易な気持ちでね、あれは行ってしまったら、あれはやっちゃった感が漂いました。その後どうでした、足の方は。あ、全然、大丈夫でした。いや、大丈夫じゃなかったです。やっぱ軽く、はい、やべ、痛風かなって思うような痛みがあったんですよ。でも痛風じゃなくて、あ、なんすか、土踏まずのところが痛くて、はい、なんかこう足を伸ばすと、はいはい、痛むんですよ。やっぱ運動不足かな。はい、だけちょっと筋をやっちゃったら。本当運動不足ですね。ちょっと私は軽くふくらはぎが張った感じぐらいで、あとはそんなにはなかった。ああ、うん、まあ日頃ね、はい、城で鍛えてるんでね。あ、なるほど、はい、大和町も良かったけどね。いや、良かったっすね。良かったね、あそこもね。ですね。で、あれの動画を、はい、放水がしてるところまで
を編集してアップしたんですよ、うん、はいはい、まあまあぼちぼち伸びてますよ、うん、今でもね、これ良かった。でも、はい、でも本当はあれの後を見せた、下のね滝壺に行くまでとか、はいはい、あの途中の謎のおじいちゃんとか、あ、ね、あの謎のねしたかったんですけど、うん、あの俺がもうあ、見と思ってね、あれ今日綺麗だね、月が、あ、月が見えてますね。二の丸駐車場入ってないです本当ですね。あら、あのこれをねこう見ながら行ったから多分12、3分とかは、あ、なるほどね、あ、行きますよ。さあ見えてきましたね。キリトもブーブー言ってた気がする。何でも今日ブーブー言ってましたはい、でもあの行部亭について写真撮り出した頃にはなんか機嫌が、ね、はい、逆にノリノリになってましたからね。テンションがね、やっぱもののふの地が本当だね。ああ私はこんな感じで、はい、ちょうど月がね、あー、どうなんすか、あ、これに入れる感じが、そうそうそう、まあ、中で撮れると。ああ、なるほどね。そうですね。じゃあ、なんすか、ちょっともうちょっとこっち側もあったと思った。あ、ああ、ちょっとこっちが邪魔す邪魔とか言わないでちょうどお城がちょっと見えないしかも今ちょうどもう宇土櫓がもう囲われちゃってるから。本当だよね。だから余計に多分、あと何十年かは、あと10年はあれが取ることはないですね。あ、で今度こそが行部亭は来年から工事に入るので、あら、 5年ぐらいは、じゃあ見れるのは今年が、今年が、はい、とりあえず最後です、ね、なるほど。あ、お城も一応ライトアップは、あの、毎日ライトアップされております。あの色が違うのが、そうそうそう、とか週末とか記念なんとかでみたいな。ああ、なるほど。さあ、やってきましたね。あ、ちょうどね、お城が、ね、あ、なるほど、はい、お城入るかな。あー、あ、そっか、ちょうど、でもでも、月もちょうどね、はい、うん、月もいい感じで、うん、ねえ、あ、あ、でもやっぱ去年もそうだったですけど、やっぱこんだけ数があると綺麗ですね。もう白松、あ、これなんか見覚えがある、気のせいかな、一回回すとかではない。あ、そう、なんかあれね、一緒に写真撮った記憶がある春秋とか書いてないでしょ。うん、まあまあ2回するから。なるほど、白松と、まあまあ、だからまあそうなりますよね。そういうことか。あのスポンサーの名前を大々的に照らしてます。スポンサー様あってのね、そうか、ようなので。なるほど。で次があれですな、供養門ですね。供養門、供養門ですね。さっきの蛇の目の、あ、そうかそうか、そうそう、これですね。あ、待ってね、なんか写真撮られてるから。あ、綺麗。あ、こうする？今先通とうかな。あ、こうするじゃん。いや、写真撮りたい気持ちはよくわかります。うん、ごめん、細川様、供養門は撮れませんでした。まあ、後からで。そう、後からがあるのか。まあ、帰り、まあ、通ってもいいけど、帰りまたバスもね、あ、去年乗った。そう、去年、そうよね。されたんでね。そうで、キリトがそれこそ忠興さんがいたとか言うので、いやいや、いないでしょこんなところとか言ってたら実はいたと。あれ時間差でね、我々は本当ね、あれちょっとずれてたらね、
あ、カメラ越しだとですね、うん、あの綺麗ですか。危ねえ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 、そういったそういった、これこれこれがほらちゃんと燃えてるように見えます。ああ、はいはい、とこのぼんやり、いや今ちょっと滑りましたからね。危なかった危なかったね。全然雨とか降ってないからもうただのねそれ老いです。どうかびっくりしちゃった。もう年は取りたくないもんですな。はい、全くです。あ、向こうが少しついて、この竹灯籠をこう行くとちょうど行部店に、あ、そっかそっか、そうそう、たどり着けるという手法になって、だからちょっと歩いてもね、こう暇にはならない。ああ、なるほどね。あれ、なんかこの間言ってませんでしたっけ、ほら、あの情熱大陸にうんたらかんたら。まあまあ、でも この作ったのは違うんですけど、この考案者というか演出家さんがそう情熱大陸出てたんでね。あ、もう放送が、あ、もう終わりました。 あったんですね、はい、ああ。なんかね、アーカイブとかでなんか見れるのかね。まあ、全然俺も今思い出したんですけど。でも今年は多分期間がちょっと短かったのかな。かな。うん。こんなもんだったっけ。毎年やってるけど。おお。あ、で今年一発目は雨が降ったよね、うん。そうなんですよね。だからちょっとやっぱ全然一発目が出足がちょっとねやっぱ。うんうん。うん、疲れですよね。あ、ちょっとなんだ。こっちですね。ああ、そういうことか。呼ぶ手こっちです。あ、はい、わかりました。まあその竹灯籠にしてもですけど、この足元のライトも大変ですね。まあライトはねあれですけどね。これはあれ、いつも置いてあったっけ。いや、もうこの期間の時に設置するっていう、ああ、うん、形で常に置いてるっていうわけでは。いや、ね、結構な数だよ、これだけでも。あ、でも結構人があちらほら、あちらほら増えて、なんかこうすれ違い、そうですね、でちょいちょい間でなんかこう走ってる人がいるけど、あの熊本城マラソンもね、あ、2月にあるんで、トレーニングはもう、あ、なるほど、してる人はやっぱ多いですよ。そうかそうか、年明けたらすぐなんで、やっぱなるほどね、今のうちにやっぱり、ね、鳴らしとかないと。あ、今年出ようかな。締め切り終わってますけど。なんか特別枠とかでどうですか。1万5000円払ってくれれば。なんすかそれ。え、必要なんですよ。ただで走れるわけじゃないんですよ。あ、それ何、最低条件。さあ、費用とジャンナメが、あ、この2つがね、看板が邪魔だな。何にしてもだね。ああ、2つ同時か、ちょっと斜めからの方が斜めだなですね。そうですね、ありゃ入らねえ。置いてくださってるんですね。地図。地図はまあ通らなくてもいいかな。あ、まあ知らない人もいるからね。もうちょっとうまく撮れないですけど、こんな感じでね、できてますね。お、さあ、じゃあここから入って、あ、そう。ここはね、なんか去年も通ったの覚えてて、これもうちょっと人がね、多分去年確かね、うん、ごった返してたよ、本当に。本当に人がね、点々といい感じですね、うん、あ、そう、まだね、このこういう工事中ですよの、あれがまだ全然ここはあれしてないですね。ぐらい。さあ、これを降りてしまったらもう行部亭かな。ね、
降りて左側にもすぐありましたよね、うん、見えてくる。おいさすが。ああ、本当ですね、紅葉が少しちょっとカメラでは映りにくいけど、そうですね、うん、暗くて見えないんすけど、全然見えない。危ない危ない。なんか小さい頃にお城に来た時に、うん、なんかこういう道を通ってなんか入った記憶が。どっそれは裏、裏っていうか、裏かな、まあうん、あっちなんか熊本じゃ結構ね、いろんな入り口があったんで。さあ、警備の下も立っております、信号がね、ないんでね。はい、すいません、ありがとうございます。そっかそっか、今日は来るって言ってたからね、うん、さあこの辺りになるとちょっと車通りが、そう、ちょうど抜き道になるんですよ。あ、なるほどね。なんで結構ね、混んだりするんですよ。あ、うーん、ちょうど三の丸とかで止めればもうすぐ呼びて見れるので。なるほど。まあ、ちょっとやっぱきついね、足の不自由な方とかお年を召した方とかは。なるほど、ね、こちらで止めていかれると便利かなと。はははは。たまに車椅子の人が爆走してる時があるんだよ。たまに暴走してる。それ車椅子いるのかなっていうくらいで。まあ逆にね、手は上だって。なるほど、車椅子でするようなスポーツとかがあるから、そういう人かな。そういう人か。今日薬を病院に朝からもらいに行ったんですよ、うん、そしたら年配のおじいちゃんが来たんですけど、うん、グーテンモルゲンとか言いながら来たのよ。ドイツ語？昔もしかしたらお医者さんだったのかもしれないけど、ありそう、話すことが全部そのドイツ語で喋って、あ、今元気って聞いたんだよとか。結構それがおかしくて。さっと言う言いながら言ってたら着きましたね。あ、ここか。そうです、ここですね。あ、はいはいはい、で着きましたね。ちょっと伸びるかな。よし、伸びた。さあ、行おお、俺俺俺俺俺そうですね。ちゃってますけどね。いやー、それでは。さ、去年も来て、あ、去年はそこにお店が出そうそう。あ、あ、あるか。右側に、はい。ちょっと少なくね。ほん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 。お城祭りですね。え、なんでなんか行列ですか？去年なんか結構すんなり入れたような。ここで撮ってるんですよね、お写真ね。これは待った方がいいですか？まあ、でも全然進むなら進んでも。どうしますか、丸撮りますか？うん、まあ入りがけにちょこっと撮ってもじゃあその子が終わったら行こうかな。去年もだけど紅葉の感じがすごい綺麗で、そうそう、まあだいぶやっと色づいたかなっていう。ねえ、
そう、確かね、去年はキリトがここ後ろ向きで撮影してくれたんすよ。めっちゃノリノリで、うん、あれでも良かったよね、あれね、良かった、いい写真、いいよ。やっぱ両部手はやっぱ多いですな。そうですね、うん、ああ後ろ振り向くだけでもやっぱ違うもん。綺麗、あ、そう、ね、そう、またこのちょっと和のテイストの音楽が流れてて、うん、いいよね、この緑もちょっと混ざってさ、うん、もうちょっとね、でも色づいてくれるとね、もう本当この時期だけってやつで、そうそうそう、もうまたねしばらく晴れなくなるかな。3日までなんで、うん、もう来れる人は早く来た方が、うん、いいね。もう今日は本当天気が良かったんで、うん、思ったよりねお客さんも少なく、うん、やっぱこの角を曲がったら曲がったでまた違う景色なんで、うん、いいですね。でもまだこれ本番じゃ、なんですか、メインじゃないじゃないですか。そうそうそう、まだね。あのずっとこの間接照明、うん、はい、点々と置いてあるじゃん、うん、これがカメラ越しだとですね、ガンダムとかに出てくる戦艦からの、あ、はいはい、あの、はいはい、発信口のところにあるやつありますね、はい、あのガイドビーコンに見えてしょうがないんですよ、うん、それは見えますね、はい、だけどさっきからずっとあの、うん、シーマ様が俺の頭に怒ってる映像怒られるよさあそんなこと言ってたらね、もうほらここがね、まあ、メインというか一番よくあれするところかな。いや、奥にほらまだ見えますよ。ライトが細川上部系なんですけど、用もしかない。いや、やっぱ、これ。この竹のやつは毎年新しく作るわけ、うん、毎年新しく作ります。あ、使い回しじゃないくて、やっぱどうしてもね、1年持たない。あ、そう、うん、どうしても割れちゃったりっていうか、あ、うん、水分含んでるんで。あ、そうかそうか、そうそう、割れちゃうんですね、うん、なるほど。まっすぐしてくれればいい。まっすぐ。ああ、いっぱいありますよ。うん、こういう、あの、またね、竹灯籠は、竹炭に。あ、うん、そうなんですね。竹炭にして再利用。へえー。さあ、ちょっと俺も後ろにして、さあ、やってきましたよ、メインのところ。すごいね。ちょっと。どこからアメージンググレープやっぱ月が今日は結構まん丸で良かったんじゃないですか。ぐるっと、いや、すごいすごい。
ああなんかやっぱカメラ越しだと燃えてるようにしか、うん、あでもまあいやすごい。この曲は今流れてて大丈夫なんだろうか引っかからないかな。あのちょっと前に言った塀のとこのほらプロジェクションマッピング、 あれの時がですね、うん、引っかかったんですよ。あなるほど、曲であれのね、うん、途中なるほど、ほらあの清正公の像があるじゃん、うん、あそこでほら踏んだら光るやつがあったでしょ、あ、はいはい、あそこら辺の時になんか流れてた曲で、あの外から言ってくる人がいて、うん、だからもうしょうがないからそれは、うん、はいはい、もう対応したけどさめちゃくちゃ今ほらがっつり流れてるじゃん、うん、まあまあここだからまあ大丈夫でしょ、うん、そんな著作権的なものが死んでるとは思うんですけどね。これで、あ、終わっちゃい？ぐるっとしちゃいましたか？さ、ぐるっとしちゃったそうです。なんか。出口は、またちょっとじゃあ戻って奥の方まで行ってみましょうか。ぐるっと出る形に。あ、うん、そうなんですね。なるので、まだちょっと奥とか綺麗にね。わかりました。見てないなら。いいね、なかなかね。あ、もう。本当天気が良かったんで、ね、見に来てる人たちも多いし、みんな写真撮ったりして、 CD これがまたねちょっと、もう12月になるとやっぱもうクリスマス時期になってくる。ああじゃあこれクリスマスのがまた違うね。ああ今度これクリスマスツリーになるんだ。ならない、ならない、はい。でもクリスマスマーケットの入り口とかはこういう竹灯籠で、あするんだ、うん、もうしてますね、アミプラで。あ、はい、熊本駅のやつは。なるほどですね、そういうね、使い方もできるよと。ほうほう、もうね、なんかまあ、ほんとね、ちょっと工事で5年ぐらい見れなくなるっていう。うんうん、もうほんと見れるのが今回で、そうそう、やれば、もしね、一回ですね、ああ綺麗っすね。ああ、やっぱこの辺りのちょうど感じがいいですね。はい、でこの竹で作ってるあの下に置いてあるガイドビーコンみたいなのがちょうどいい味を出してるというか、この竹なんですね。ここら辺もね、なんかちょうど色がいろんな色がちょっと混ざってて、今年やっぱ暖かかったんでどうしてもね、ああ難しい感じで。めっちゃ濡れてる。じゃあ出口の方に行きますけどね。はい。やっぱこの丸の集合体もいいですね。うん。うん、ここでもこの丸も本当に。あれなんですか、あのどこぞのなんとか。うん、黒なんとかは温泉的なところもこういうのがなんかあの雑誌を見ると載ってたりするんで、いろんな多分地域でね、あの使って、じゃあさ、じゃあガイドビーコンに沿いながらね、はい、発信して、はい。いいですね。
て使える写真があるんでね。いやいや、ありますよ、ありますよ。せっかくだからこういうのはやっぱ来れるならね、うん、うん、ぜひとも来ないと。いやなんか本当はね、あのお城、土日はお城の中入ってお城の中にもちょっとカフェ登録あるので、ああ それもぜひね見てもらいたいんですけどね。本当は週末っていう話でもあったんだけどね、ちょっとなかなか、うん、仕事もすごいよね。いやあの去年までだったら、うん、やっぱコロナとかの影響で、そうそうそう、言ってねそこまで忙しくないって言うといかない、うん、いけないんだけど、語弊ありますけどね。そうそう、調整しやすかったっ、ね、そう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 。いや今年はやっぱりもう多くなってきてて、ね、観光業ですね我々みたいな。ああだからもう、あ、なんか煙がシューシュー出てる。大丈夫ですか？なんかガスバス爆発的なあれですか？いいですよ。いいですよ。この演出初めて見た。さあ、言ってたらぐるっと一周してきました。はい、ここら辺からの景色もいいんじゃないんでしょうか。ね、ちょっとそこが入り口だったね。ですね、さっきすごい行列だったから、なんかなと思ったら、みんな写真撮影されてて、まあ、わかります、その気持ちは。何ですか？屏風亭はこちらからご案内をしております。どうぞ。ありがとうございました。さあこれで屏風亭終わり。こっちの神社っぽいのは何ですか？こっち博物館です。あれは、あ、これ博物館か。今すっごい鳥居に見えてその白い部分が博物館ですね。この奥にまあ五穀神社って、うん、あるはあるんですけどね。あ、そうなんですね。わ、ここでじゃあ締めますか。そうですね、もういい感じで終わりなんで、うん、はい、はい、じゃあそういうことで、おー、終わりでー、ありがとうございました。ぜひ来てみてください。定まらない。さよなら。